FM ギノアをお聞きの皆さん、おはようございます。8月15日月曜日、モーニング8、これから生放送でお届けいたします。時刻は7時35分を回っています。ギノワン市急なギノワンヒルズ通り沿いにあります FM ギノワンのスタジオから、月曜日担当が猫前がお届けいたします。よろしくお願いいたします。今日から沖縄はお盆です。今日運慶、明日中日、明後日ウークイということで、もう3日間お盆なんですけれども、どうなんですかね。昨日私夜9時頃からお盆で使う食材を買いにユニオンへ行ってきて毎年そうなんですけど、お盆正月そうなんですけど、買い物カゴが3カゴぐらい必要になるぐらい買うんですよ。それも、なんていうんですか、カゴに入りきれないぐらい。で、昨日もですね、買い物にどのぐらい時間かけるんだっていうぐらい、お店を回って、そう、あれこれ必要だね、って、もう今日買えない分は、今度だね、って言って、お金足りるかな、とか言いながら、そう、買い物してたんですけど、でもやっぱ毎年悩むのが、あれですね、私が今、実家に住んでるんですけど、お仏壇があるんですよ。で、大きなお仏壇なんで、親戚の方がね、お盆の前からも回ってきて、もうすでに10組ぐらい来てるかな、もう仏壇にね、お中元がお供えされてたんですけど、そう、このね、いつもお客さんをおもてなしする料理に悩むんですよ、毎年。何を一応ね、まあ、座りなさいって言って、すぐ返さないで、ソファーに、リビングのところにソファーに座らせて、そう、あれこれ、ね、近況を話ししながら何かつまめるものを出すんですけど、他の家でも出てるようなものだと、皆さん手つけないんですよね、作っても。だから、手をつけてもらえるように、そしてちょっと話も弾むような料理をっていつも思うんですけど、なかなかなんか、いいのができなくて、そう、得意なのは生春巻きですね。夏は。わかるかな皆さん。ライスペーパーに野菜バーって乗せて、ささみやって、それを巻いてでやるんですけど、なかなかそれは珍しくて、見た目もいいということで好評ではあるんですが、ね、やっぱ飽きてしまうし、毎年出されると。なんでも、そういうことを悩んでたら、今日のメールのテーマはとりあえず、ごちそうにしようかなと思って、で、それを皆さんからヒントをもらったり、逆にね、別にお盆じゃなくても皆さんにとってのごちそうってなんだろうって思って、そう、今日のメールのテーマはちょっと大きくくくりました。ごちそうにします。よろしくお願いいたします。メールお待ちしております。あなたにとってのごちそうは何ですか、だったり、私が人をおもてなしするときはこれを作るよ、だったり、何でもいいです。メールお待ちしております。メールアドレスは797@FM ギノワン797@FM ギノワン.com です。何と間違えたかはちょっと考えないでくださいね。メールのテーマはごちそうですよ。よろしくお願いいたします。また FM ギノワンではユーストリーム、ツイキャスで映像と音声をネット配信してます。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動してますので、たくさんツイートよろしくお願いいたします。さあ、今日のメールのテーマ、ごちそうです。皆さんお待ちしておりますよ。さあ、じゃあ今日のオープニングナンバーに参りたいと思います。今日のオープニングナンバーはこの曲、ちょっとノリノリでいきたいと思いますよ。メーガントレイナーで No です。どうぞ。読み。って聞こえた？いいね、昨日の今日きつい、言ってしまう。 No 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 ライスペーパーの発音がめっちゃ沖縄で、ライスペーパー、ライスペーパーペーパートレートペーパーみたいだよね。ライスペーパーライスペーパー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 、お盆の音楽かけよう。これ聞いたらさ、気持ちが煽られるわけよ。あ、お盆の
なんかわかる？やらなきゃね。道ジュネとかの聞くのとまた違くて、ユニオンとかサイエンで流れてるお盆のために何かを作れって音楽に聞こえてたけど、だからお母さん聞くの嫌いって、でしょうね。聞きたくない。いやーとき。ライスペーパー、ペーパーなんだ。うん、ペーパー。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 伸ばしていいの？ペーパー。ペーパー。ライスペーパー。これだけで選んでしまう。おはようございます。おはまよう。はい、サイマーヤーちゃん。タマーさんも愉快にねーって。ビンゴ玉。ビンゴ玉、なんかスタンプ、期間限定の。お、マーカスさんもおはようございます。エコさんもおはよう。どら焼きありがとう。でしたっけ、あのドイツでしたっけ、マッカさんね、ドイツだった。ランケシェンじゃない、ランケシェン。なんか言ってみて。いつかまつか。一応ことの葉であるんだけど、どこが何の言葉かが分からん、うん、何がどこのか。ヘアセラリゴーアンアンゼルノノノリオで躍動。はい、琉球国祭り太鼓。琉球国、琉球国祭り太鼓。あ、琉球国祭り。沖縄文化の魅力発信。リオデジャネイロ13日。こちらがリオデジャネイロオリンピック。え、リオデジャネイロまで行ってやったの？ん？リオデ、うん、パラリンピック？ああ。うん。すごいよね。パラリンピック期間中、東京オリンピックの大会どうしよう、意味が分からん。東京オリンピックの大会組織委員会などがPR 拠点とするリオの。やばい。時刻は7時43分を回りました。 79.7MHz FM ギノワンよりお天気道路交通情報をお伝えいたします。まずは沖縄地方のお天気からです。今日8月15日月曜日のお天気、今日は晴れです。よかったです。なんかずっと雨が先週続いてたんですけど、なんかほっとしましたね、やっとね。風が東の風、日中、東北北東の風、そして、波が 1.5 メートル、うねりを伴います。降水確率なんですが、朝の6時から夕方6時までが 20% です。そして夕方6時から夜の12時までが 10% ということで、もう多分雨の心配ないですね、これね。思う存分洗濯物も干して、沖縄の方は親戚周り、ね、この天気のことを気にしないで回れると思います。いろんなところのね、親戚回りしてみてください。そして日中の最高気温33度となっています。今日も暑くなりそうなので、水分補給もしっかりとってください。お願いします。続いて、道路交通情報をお伝えいたします。まずは沖縄自動車道からですね。高速がどこも混んでなくて、どこにも規制が、見られません。スムーズに流れているみたいですね。このまま。一日中ね、何も起こらず、お盆なのでね、運転も気をつけていただきたいんですけれども、皆さんしっかり安全運転よろしくお願いいたします。続いて一般道のあ、情報ですね。大蛇名から牧港、国道58号線です。大蛇名から牧港にかけて長い渋滞が見られています。その他はですね、ここは、国道330号南行き北行きですね。浦添市西原トンネルから、那覇市古島インターチェンジ植樹作業のため一車線が規制されています。そして、公営の
あたりでも、少し渋滞が見られています。その他はスムーズに流れているみたいなので、しっかりこのままですね、安全運転していただきたいと思います。以上、沖縄地方のお天気、そして道路交通情報をお伝えいたしました。メールいきますか。大丈夫、うん、曲変えます。しゃべりそう。さあ、メールの紹介をしていきたいと思います。この方です。はい、さえまよさん、たまさん、月曜モーニング8を投稿の沖縄市のつかぴーです。おはようございます。お元気でしょうか。って、元気ですよ。テーマはごちそう。僕はおばあちゃんのそうめんチャンプルーが一番ごちそうですね。何杯でも美味しくて食べてしまいます。まよさんのごちそうは何ですか。今日もお仕事お休みなので遊びに伺います。では後ほどということで、私いいですね、そうめんチャンプルー。おばあちゃんが作るチャンプル系は大好きなんですよ。全部一番は野菜チャンプル、シンプルなんですけど、キャベツとポークと玉ねぎと人参、そう、ね、油加減がちょうどいい。おばあちゃんが作るチャンプルちょっと油多いかなって思うんですけど、なんかまたそれが白米を干してしまってすっごい大好きなんですよ。そうめんチャンプルも美味しいですよね。スカピーさん、先週も来てくださいました。キャンディー持って、そうそうそう、封筒に私とターマンの分持ってきてくれてたんですけど、今日もお仕事お休みということで、じゃあお待ちしております。ぜひ遊びに、いらしてくださいね。もう一通読める？じゃあもう一通紹介していきたいと思います。この方です。おはよう、まよたま、牛乳屋のひふみです。ごくんちょ、内装ボーン。内装ボーンしてから FM 技能案のマーヨの動画よ、中じらしてるよ、テレ。あんなパクパクもできるんだね。昨日のね、私が FM 技能案、明日のテーマごちそうですって言って、何がいいかなと思ったんですよ。ごちそうの写真写そうかなとか。でも私がいくら美味しそうと思っても、それを見てくれてる人がごちそうと思わなければ意味がないと思って、なんならちょっと面白い動画撮ってみようかなと思って、さあれにしたの。中じらしてるよって、本当にいつよ。して俺の中での一番のごちそうは、嫁の母ちゃんが作る三枚肉の煮付け。へえ、美味しいの。はっさ柔らかくて、はっさ味染み込んでて、はっさいくらでも食べれる。それと今日は運慶、その母ちゃんが作る運慶ジューシーもごちそうだな。あ、いや、もう朝からこんな話してたら夜まで待てんよや。ちなみに三枚肉にはわさびつけて酒のつまみにするのさ。冷やみかち東北、冷やみかち九州。写真も送られてきてます。美味しそう。多分見える？うん、やばいね。私三枚肉のね、ちょっとプルプルの部分苦手なんですよ。そう、なんか歯触りがダメで、なんですけど、すっごいこれ柔らかそうで食べれそう。ね、口の中でシュンって溶けるのは大好き。噛まないで、歯使わないで食べれるのは好きなんですけど、これ、そんな感じする。ひふみさんの奥さんのお母さんが作ってくれた三枚肉。美味しそう。味食うたなのかな。私は味がめちゃくちゃ濃いのがお好みです。めっちゃ食べたい。ねえ、美味しそうだね。いいなぁ。だからよ、運慶ジューシーも美味しいわけよ。だからお盆ってさ、絶対太るわけ、3日間過ぎたら。美味しいの。揚げ物もあるさ、沖縄って。いや、でもいいね。これで3日間美味しいものたくさん食べて、ね、お盆ご先祖様と一緒に過ごしていきたいと思います。いいなぁ。酒のつまみにもなるんですね。はぁ、食べたい。ありがとうございます。もう一回できる？オッケー、じゃあ。もう一通ですね。この方は、はい、チャライ AKB ファンさんからです。チャーマ、マーヨ、どういう意味？モーニング8お聞きのリスナーの皆さん、たままよ、おはまよ、今日も元気かい？俺は、頭も心も声も激アツだぜ。燃えてる時にテーマに行くな。今日のテーマ、ごちそう。俺のごちそうといえば、お寿司と鶏肉、大好きな人の手作り料理があれば、一番それだけでごちそうやねん。
以上ですわ。以上だ。リクエスト曲も来てますね。ロックンオムレツ。美味しそうだね。ごちそうって感じ。お寿司ね、やっぱごちそう。なんかちょっと贅沢したいときはお寿司食べたいなーとかって思ったりしますね。普段あんまり食べれない、まあピンキリありますけれども、お寿司って言うとやっぱりね、ちょっと豪華な感じする。あー、そっか。もうやっぱり、まあ私はパスタとかかな、一番大好物です。ご飯で、ご飯デザートじゃなくてね、ご飯で一番大好物なのパスタで、そう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 。鶏肉か、どんな料理でもいいのかなね。サラダに入ってるささみとかでもいいのかな。鶏肉、チキン、美味しいと思う。鶏肉好きですけど。頭も、うん、あ、本当によく作る。鶏ハムというのは鶏肉、うん、ハムって普通豚肉で作るじゃないですか。うんうん、はいはい、豚肉、そうだね。うん、開いて1枚、うん、はいはい、で塩コショウ、美味しそう。味付けするんだ、うん、もう作るあの段階で、うんうん、で、はい、ね、すごい低温で火を加えていくと、うん、しっとりして、へえ、うん、もちもちみたいな、もちもちするの、ちょっと鶏肉がパサパサしない、へえ、そうなの。タワマンよろしくよろしくって。ちょっとでもあれごちそうっぽいから作ったらいいかも。そうだね、ちょっとあっさりっていうか、うん、味もそんなしつこくない感じ。塩コショウとか、まあお好みで、なんか醤油とかでやる人も、うん、あ、いいね、うん、あ、いいですね、それは。美味しそうだな、鶏肉。確かにいいかもしれない。 AKB さん、やってみて鶏肉。ターマーに後でレシピを教わってね、やってみてくださいね。はい、ありがとうございます。まだまだメール募集してますよ。今日のメールのテーマはごちそうです。よろしくお願いします。メールアドレスが 797@fmginowa.com です。お待ちしております。じゃあ、ここでリクエスト曲いきたいと思います。ひーふーみーさんからのリクエストです。シャネルズで街角トワイライドです。どうぞ。タンホ、今度よろしくって作ってきてってこと？ん？ターマは料理うまいのか？ターマは今度よろしくって下手ではない、下手ではないと思ってた。いや、絶対ターマできると思うよ、この感じから絶対あんたは料理大好きそう。大好きではないんですけど。嘘、うん、別にあの下手ではないと思ってた自分では。本当？作るの苦じゃないんじゃん。苦ね。まあ、自分のために、一人のために作るのは嫌だけど、誰か食べてくれる人がいたらね。うん、一回彼氏と一緒に住んだと結構作ってました、ね、うん、あ、マジ？毎日お弁当。あー、偉いあんた。そう、何掃除しないだけってきて、どこに書いてんのイケメン。いやー、掃除もするなんか、しかもさ、この画像の隣にさ、この言葉はやばくない？掃除しないだけなんかその素朴な疑問ウケる。今日掃除もします、掃除もしましたすぐ散らかすだけ。え、練習いけるいけるいけるすぐ散らかすだけターマのその反論もどうかと思って。いや、いいね、いけるんですけど。掃除はするもんね。大阪は曇り、曇り、雨か。ちょっと寒い、寒い気がする。30度切ったら勝手に、ね、うん、アイスパー、あ、やばいやばい。東京2020全然かけれなかったトワイライト。13日何？あ、全然なんかリクエスト曲かけれなかった。1分くらいしか。あ、だからね、前がちょっと喋りすぎてしまった。ごめんね。行きまーす。OK。6、5秒前。4、3、2、1。やめるかな？怖い。行きまーす。はい。この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えいたします。まずは琉球新報の社会面からです。夏の夜彩る賑やか乱舞、カチャーシー大会、アジクーターズ、トビンス大賞、宜野湾市の夏を彩る
第28回トビースハニースカチャーシー大会が14日、宜野湾海浜公園多目的広場で開催されました。25団体と42個人が出場し、それぞれに工夫を凝らした衣装や振り付けで観客を魅了しました。過去に大賞を取った競合団体で競うトビース大賞には、様々な方のカチャーシーで会場を釘付けにしたアジクーターズが選ばれました。続いて、琉球新報の社会面からです。遺体は不明の大学生、DNA 鑑定、熊本地震、死者50人。熊本県は14日、熊本地震で崩落した阿蘇大橋の下流で11日に収容した遺体は地震後に唯一行方不明となっていた熊本学園大学4年の大和光さんと確認したことを発表しました。県警の DNA 鑑定で判明し、県が陸上捜索を打ち切る中、両親が独自に探し続け手がかりを見つけました。熊本地震は14日で最初の発生から4ヶ月経ち、直接死は50人となりました。続いて沖縄タイムスの地域面からです。夏の全島、早手、17連勝無敗。第7回夏の全島闘牛大会が14日、うるま市石川多目的ドームで開かれました。中量級、軽量級、全島一の優勝旗争奪戦とあって、駆けつけた2500人余りの観客は、激戦激闘に大きな拍手を送り、闘牛の醍醐味を堪能しました。続いて、沖縄タイムスの社会面からです。エイサー演舞、リオで躍動、琉球国祭り太鼓、沖縄文化の魅力発信。リオデジャネイロオリンピック・パラリンピック期間中、東京オリンピックの大会組織委員会などが PR 拠点とするリオの東京2020ジャパンハウスで13日、琉球国祭り太鼓ブラジル地区メンバー23人がエイサーの演舞を披露しました。各国のオリンピック関係者や来場したリオ市民に向け、現地の県警人らが沖縄文化の魅力を発信しました。以上、沖縄タイムス琉球新報より記事をお伝えいたしました。沖縄県の県に、日系の系に、うん、人合ってる県系、日系沖縄県の県ですよ、うん、県系人どっちだ、アジクーターズ、けど花火上がってた？見たい。あ、そう、あ、いや、忘れてました、味もだからね、うん、いただきます。めっちゃ忘れてた今。お願いします。はい、さあ、チラガンジュ体操の時間です。お盆運慶ですよ。楽しくチラガンジュ体操一緒にやりましょうね。右手で力こぶ、繰り返します。両手を広げて閉じます。繰り返します。
止まってのポーズ。でもちょっと待って、メタボリック。体をひねります。リズムを取ります。右からおいでおいで。下がってイエイ。繰り返します。ぜひポケットから作ってみてください。朝はなんか痛い。ちょっと待ってのポーズ。でもちょっと待ってメタボリック。下がっています。水全力でやってあったかくする。リズムを取ります。右から万歳。右から押して横押します。左から万歳。左から下ろして横を押します。膝高×足踏み。ストレッチ。手こぎ。いいね。見た。いいね。いつまで海？10月いっぱい。あ、マジ無駄無駄じゃん。まだまだやん。契約してんの？一応みたいな感じ。契約場所貸してねぐらい。え？場所貸してねぐらい。あ、そうなの。なんだ。いいね、でもね。ちょっと特権だね。ルル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 ル。時刻は8時2分を回りました。宜野湾市旧な宜野湾ヒルズ通り沿いにあります FM 宜野湾のスタジオからモーニング8月曜日担当がねこまゆが生放送でお届けしております。この番組では皆様からのリクエストやメッセージを募集しています。今日のメールのテーマはごちそうです。なんでかというと、今日から沖縄はお盆だからですよ。運慶、中日、ウークイ。ね、親戚回り、逆に親戚が回って来られる方、ごちそう、絶対ね、みんなが、考えるものというか、親戚回りしてる人もね、中にはいると思います。あの家では何が食べれるんだろう。次回る家ではちょっとお昼ご飯食べたいな、夕ご飯食べたいなとか。ね、ごちそうを出すところは何作ったら喜ばれるかなって、それ考えてたら今日のテーマはごちそうにしようって思いましたので、あなたにとってのごちそうなどなどメールでお待ちしております。メールアドレス797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までメールよろしくお願いします。また FM ギノワンではユーストリーム、ツイキャスで映像と音声をネット配信しています。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動してますので、たくさんツイートよろしくお願いいたします。この後のモーニング8では、お天気、道路交通情報、そして私のマーヨンのフェイバリットソングズオンマンデー、そしてメールをたくさん紹介していきます。今日のメールのテーマ、ごちそうです。そして突撃朝ごはん、このコーナー今日いっか、超有名な方に電話しますので皆さん最後まで聞いててくださいね。どうぞ最後までお楽しみください。それではここで一曲お届けしましょう。エコゼールさんからのリクエストです。大金のぞみでゆたうむしるむんです。どうぞ。9月のイベントのことも話して、いいですよーっつって。ふぅー稲川淳二見えてるよ。玄関来たのに
何をきっかけにこれ作ろうと思ったんだろうね。デジウケる。お疲れだ。ウェービング。楽しみにしてます。9月の話しましょう。旅行行きたい。どこに？どこでもいい。どこでもいい。国外。県内。どこでも。県外。うん。離島行きたい、離島。離島で、離島です。離島行って、でもさっきさ、あれ見つけた。格安で海外へみたいな。あ、台湾とか香港とか。うん、ラスベガスもモルディブも6万円台、遠いのに安い、円安旅行の秘密。怖っ、なんか怖くないですか？なんかある。6万でしょ。いや、ないっしょ、6万で。ラスベガス4泊6万円台。ないっしょ、絶対ない。モルディブ5泊で6万円台。いや、ないよ。書かれてるもん、ダメ。怖いね、何か起きるはずね。なんか絶対、だって怖いよ。カン君ってどこ？カン君？クリスタルカン君。何？飛行機？国の名前だと思う。なんでなんで？その燃油サーチャージの改定が4月1日にあって、そんな、ね、熱油燃油サーチャージをゼロにすることを各社が発表する。え、そうなんだらしいっすよ。分からんけど、分からん。はい、行きたい。6万円が降ってきたら行こう。ああ、来た。そりゃすぐ行く。そりゃすぐ行く。時刻は8時8分を回りました。 79.7MHz FM ギナ湾よりお天気、道路交通情報をお伝えいたします。まずは沖縄地方のお天気からです。今日8月15日月曜日、今日のお天気は晴れです。風が東の風、日中北東の風、そして波が 1.5 メートル、うねりを伴います。降水確率なんですが、朝の6時から夕方6時まで 20%、 夕方6時から、夜の12時までが 10% ということでですね、かなり降水確率低めです。なんか久しぶりに天気気にせずに一日過ごせそうですね。日中の最高気温33度となっております。まだまだ暑い日続きそうなので、水分補給しっかりとっていただきたいと思いますよ。続いて、道路交通情報をお伝えいたします。まずは沖縄自動車道からです。沖縄道下り金インターチェンジで故障車が出てます。沖縄道下り金インターチェンジでは故障車が出ています。そしてですね、沖縄道下り、沖縄北インターチェンジ、こちらも故障車が出てます。沖縄道下り、沖縄北のインターチェンジでも故障車が出ていますよ。高速道路ね、使う方、かなり結構いると思いますが、お盆なんでね、安全運転しっかりしていただきたいと思います。続いて、一般道の情報なんですが、先ほど、大蛇名から牧港まで混んでますよとお伝えしました。今の時間かなりスムーズに流れてるみたいです。全然渋滞をしている場所がなくてですね、ちょっと唯一一箇所だけ、公営の交差点に入るちょっと一部では330号ね、国道330号、公営付近では一部少し渋滞が見られ始めています。が、その他渋滞は見られません。
スムーズですね。そして国道330号南行き北行き、浦添市西原トンネルから那覇市古島インターチェンジ、植樹作業のため、一車線が規制されています。その他は大丈夫みたいですので、引き続き皆さん運転気をつけていただきたいと思いますよ。よろしくお願いいたします。以上、沖縄地方の天気、そして道路交通情報をお伝えいたしました。ツイキャスかメールかいきましょう。ツイキャスか。中は注意し。さあ、ツイキャスがたくさんコメント届いておりますので、紹介していきたいと思います。エコザエルさん、おはやうです。とことで、おはようございます。おはやう。いつもちょっと疑問なんけど、おはやうって都の方言かな。あれかと思った。何？古文。ああ、そういうこと。最初私、打ち間違えと思ってた。初めて読んだとき。ちょっと疑問だった。初めてそこ突っ込みましたけど、どんななのかな。古文。たまの言う通り、そうなのかな。すごいね、なかなかいいですね。そしてマックスさん、おはようございます。まーちゃんさん、おはようございます。ルドルフさん、はいさい、まえちゃん、今日も元気にね、たまさんも愉快にね、って。さっきね、大阪の天気言ってくれたんですけど、大阪は曇り、そして27度、雨になりそうですってことで、月曜の朝なのにね、晴れてほしいですけれども、どんななんだろうね、大阪曇り。私の弟大阪にいるんですよ、今。ねえ、なんか大阪って聞いたら、ちょっと気になる、やっぱり天気だったり。ねえ、そうなんだ、ありがとうございます。ちょっと後で弟にも、LINE しときます。チャラ AKB ファンさん、たまちゃんまよまよ、ツイキャスの皆さん、おはちーす。ライスペーパーって、私のさっきのライスペーパーの言い方が、タマがちょっと沖縄っぽかったってことなんですけど、どなっていうの皆さん、ライスペーパーのこと。ライスペーパー？ライスペーパー。わからん、難しい。ライスペーパー。ライスペーパー。タマの真似したんだよ、今。言ってみ？ライスペーパー。なんでちょっと控えたの？ライスペーパー。ペー意識してしまう、ちょっと今。何のこっちゃって感じ。ライスペーパー？だからか、トイレットペーパーみたいや。ハチホミンさん、おはまよ、おはたまーって。野の中の銀のホタルさん？合ってる？おはやう。お、この方もおはやうって。流行ってんの？おはようございます。そして、つるくんさん、まよ、おはようさーって、おはようさー。なんかこれ聞くとちょっと安心するね。おはようさん。ひふみさん、さっきのあのメールで読んだ三枚肉の煮付け？味は濃くないよーって、濃くないって。そうそう、そうなんだね。ちょっとじゃあ薄味なんだ。見た目ちょっとね、味食うたそうですけど。いいなー、食べたい。タマー料理うまいのか？そして、チャラ AKB さん。タマー掃除しないだけ？これちょっと今日のツボ。掃除しないだけってなんだ。おかしいよね。ひふみさんが俺掃除上手で片付けが苦手って、下手って。那覇はスイスイしてるみたいですね。今日どこもやっぱさっき見た感じ混んでませんので、皆さん、ね、そのまま引き続き運転気をつけていただきたいと思いますよ。おエコザエルさんがおはやうは古文でおはようと読むよ。なるほどね。謎が解けました、長い間の。名古屋のダンサーズさん、名古屋も曇りですよ。気温27度です。雨が降りそうです。ってことで。大丈夫だ。今日は朝からタマのくしゃみが止まりません。皆さん。くしゃみ止める方法も教えてください。ツイキャスでずっとくしゃみしてるの横で。大丈夫、風邪ではないじゃないと思います。気をつけてくださいよ。かわいい。はい、じゃあメール読みたいと思います。皆さんおはようございます。なんやかんや忙しくて痩せる暇もなく、秋に向けてリバウンドまっしぐらのイミッツおじさんです。今日のテーマ、ごちそう。今日から沖縄は9本入り。おじさんの家も息子ちゃんの仏壇があるから、司令官も朝からパタパタ忙しくしてます。そんな中、おじさんはシッチートイレの個室に入りながらメールを仕上げています。これ、メールからって、トイレから送信してたの、いつも。おっと、テーマのご馳走からトイレの個室の話になってしまったね。失礼しました。いえいえいえ。しかし、お盆のご馳走ってさ、なんでどこの家も同じ種類かねって思うよね。
あれっていつ頃誰が決めたのかな、親戚周りが多いから結構辛くてね、出された料理を食べないわけにいかないからねって、ほらでしょ、こうやって思ってる方多分親戚でいると思うのよ。温めて、せっかくね温めて出してもお腹いっぱいだからいいよって、ちょっとその表情からはさっきも同じ料理を別の家で食べたみたいに私は見えてしまうんですけど、だから変わったのを出したかったりするわけさ、お盆とかあとお正月とか。やっぱそう思いますよね、揚げ物だったりね。沖縄は色があんまりないって私は思うんですけど、茶色そうそう、だけど美味しいんですけどねでもそんな中でも出される料理が楽しみな親戚がいます。それは女村に住む司令官の親戚なんですが、ここで出される手料理、パンやケーキ、コーヒーゼリーが絶品だわけさ。毎年あそこ行くの楽しみやねって。パン、手作りパン、あ、これはいいかもしれない、なかなかいないですもん。いや、ケーキも甘党には嬉しいものですよね。コーヒーゼリーとか結構作ったりしますけど、今年はごまプリンをガネコケでは準備してます。今日は我が家と父が住む家で運慶をしますが、運慶ジューシーが楽しみ。こりゃお盆にまたおじさんのお腹を一回り大きくなりそうだな。盆明け会社の制服が入るか心配ってことでありがとうございます。そっか、手作りパンいいな。なんかどうしてもお米出さなきゃって思ってしまうんですよ。お米と合う、ジューシーと合うものだったり、そうそうそう、あんまパンっていう風に考えなかったけど、いいかもしれない。で、ちょっとさっぱりなコーヒーゼリーね、いいかも。お、ちょっといいアイディア、ありがとうございます。もう一つできる。さあ、じゃあもう一つ紹介します。マヨタマおはやう、古文だね、古文宇宙エコザイルだよー。スマップ解散にショック受けてる皆さん、自分もショックやすさだけど仕方ないね。それと71回目の終戦の日でもあるね、黙祷って。本当によ、スマップさん、私も大ファンなのですごいショックです。すごいショックなんですけど、どこかでちょっと許せない気持ちもある。どっちなんだよって思う。でも12月いっぱいだったでね、どうなるか分かんないんですけど、それまではせめてあの5人笑顔で、それが芸能人の辛いとこですね、隠さないといけないっていう。いやだなー、私もショックです。そうですね、終戦の日、今日ね本当に黙祷。たまたまね、お盆と被るのだよね、旧盆とね、うん、そうだね。なんかそういうことも今日考えながらね、ご先祖様お迎えしたいですね。はい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 、運慶だね、運慶だよ、海には行かんでよ、引っ張られるよって、本当だよ、いっちゃダメだよ、絶対。皆さんね、今日は運慶ジューシーだね、なので作ってさー。で、今日のテーマはごちそうね。ラフテーや軟骨ソーキ、手びち、ステーキとかいろいろあるけど、やっぱ魚介類かな。寿司は、寿司や刺身はもちろんだけど、中学校から高校の頃は海に行って魚釣ったり、潮干狩りして取ったのをその場で、なんて読むの、砕いて、裂いて、さばいて、ああ、ありがとうございます。読みがなったね。さばいてから、魚は焼き魚。シャコ貝は海水で洗って刺身。ウニもうぶすで洗って、海水で洗ってそのまま食べてたな。ああ、食べたくなってきた。ジュル。よだれジュルって。さて、今日も前夜から仕事頑張ってのチューもらおうってか、チューもらって頑張ってきますかね。じゃあ後からやーって。昨日充電し忘れて、充電真っ最中を、初めてじゃない、充電中って iPhone から送信ってことですよ。ありがとうございます。そうだね、エコさん魚介類大好きだもんね。この間のバーベキューの話の時もね、いやー美味しそうだな、この作り方。海水で洗って刺身ってやったことない、まだ全然未知の世界です。ありがとうございます。じゃあお仕事頑張ってください、バイバイ。じゃあそうだね、じゃあまたメールたくさん届いてますが、今日は何の日のコーナー先に行きたいと思います。今日は何の日やって、うん、そのままあのお知らせに行きたいです、うん、はい、行きます。
さあ今日は何の日のコーナーです。まずは沖縄手帳から紹介します。8月15日月曜日、今日は旧暦の7月13日。満潮が夕方5時58分、干潮が、朝11時20分と夜の11時29分となってます。今日はですね、さっきから言ってますね、旧盆運慶、そして終戦記念日、沖縄戦記録鉄の暴風、沖縄タイムス社が発行しました1950年です。さあそして今日は毎月15日はお菓子の日みたいです。いちごの日かなと思いきや、今日はお菓子の日みたいですよ。そしてですね、今日はお、キャンディーの製造が1899年に始まったみたいです。キャンディーは、へえ、そんな前から国外でですよね、やっぱりね。いいなあ、お菓子の日っていいですね。今日の誕生がひまわりです。花言葉が光るに輝くで光輝、光る光輝、花言葉光るという漢字と輝くという漢字で光輝だそうですよ。以上、今日は何の日のコーナーでした。さあ続いてお知らせです。FM ギノワンよりひまりちゃん、募金ご協力の願いです。森川ひまりちゃん1歳は生後間もなく好調型心筋症と診断されました。ひまりちゃんは今自分の心臓はほとんど動かず、小児用補助人工心臓で命をつないでいます。現在の医学で元気な姿に戻るためには、心臓移植の他に道はありません。心臓移植をするために、アメリカ渡航手術費2億9500万円が必要です。11月には、渡米できるようひまりちゃんを救う会が全力で活動しています。一日でも早く心臓移植を、実現するため、皆様の善意をお待ちしております。詳細はひまりちゃんを救う会、080-7967-0925 080-7967-0925、またはひまりちゃんを救う会ホームページをご覧ください。以上、 FM ギノワンよりひまりちゃん募金ご協力のお願いでした。さあここで1曲リクエスト曲かけたいと思います。チャラい AKB ファンさんからのリクエストです。森高千里でロックンオムレツです。どうぞ。あれ、ターマくしゃみだっけ、くしゃみだっけって何ね。あー、この歌、これってあれだよね、お母さんと一緒。へー、オムレツオムレツ嘘オムレツさ、もう一昨日ぐらいからずっと食べたいのに、これ聞いたら余計食べたい。あー、青いスニーカーさんありがとうございます。コップの水を。じゃあこれしゃっくりでしょ。だからさ、こうでしょ。あ、だからくしゃみだっけって上に書いてる。あこれしてもしゃっくり止まらない。嘘、結構止まるわよ。嘘、どの人は止まるかな。ジャンプしまくる。うわ、くしゃみは無理だね。趣味はもう無理じゃないですか。鼻水を噛み続けて、うん、吸い続けるしかない。おやすみなぁ。おやすみしたいなぁ。春休み？お盆休み。お盆休み？うん、だからね。あー、いい。何の時行きたいの？盛り食べたい。さっきの電話番号、あ、違うか。OK。じゃあ、ハンゴで電話しますっていいとこでもかね。CM に行って。オッケー。あれは結局何書きます？コーナー。あ、だからよ、ちょっと待ってよ。
野菜野菜さん。ああ、同じ花が止まらん。あ、沖縄エイサー人気曲ランキングもあるよ。ずっとしんどいです。やっぱそうなのかな。個人的にはスンサーミーとか好きなんですよ。スンサーミーじゃん。あ、スンサーミーあ、そうなんだ。スンサーミースンサーミーだな。スンサーミーじゃないかな。あ、ヒデカツさんのミルクムナリもいいよね。スンサーミー入ってないな。え、ウケる。ユタイムシル文が10位。あ、ウケる。待って、ウケる。すごい。すごい、エイサーの曲じゃない。あ、ね、維新伝心モンゴル800って。オレンジレンジ。あ、なんかやってたコラボ。マジ、うん、あ、聞きたい。でも、お盆の曲じゃないですよね。思いました。まあいいと思います。あ、どうしよう、等身同意でもいいな。まさかのって感じじゃん。ありますよ、維新伝心。そう、フューチャリングモンゴル。あ、待って、どうしよう。なかったらそれがいい。え、等身同意が、等身同意とか他の曲。等身同意とか余裕でありますよ、ゆきさんがいるから。あ、そっか、うん、結構かけたりするの。かける、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 うん。くそ、じゃあ別の曲にしよう。あんた等身同意やねんやら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 。沖縄県内のお母さん方は聞きたくないかも、等身同意だからね。本当だよね。オレンジレンジにしていい。本当はかけたいんだけどって、気持ち悪いんだけどみたいな。なんだっけ、維新伝心モンゴル800っていうタイトル。じゃあタイトルがそれになってると。維新伝心×モンゴル800がタイトルになってる。あ、うん、すぐ行きます。すぐ電話行きますよ。はい、30分頃って言ったけどいいよね。うん、前後3分は頃で大丈夫。いや、お腹痛くなってきた。それが寒くて分からん。今日ヨーグルトと牛乳。ダブルパンチじゃん、うん、ダブルパンチ。じゃあ突撃、あなたの朝ごはん教えてのコーナーです。このコーナーではパーソナリティが、直接あなたに電話をかけて、今日の朝何食べました、今から何食べる予定ですかって言って朝ごはんをお伺いするコーナーになってます。今日はですね、2週間くらい前にもうこの方に予約取ってましたので電話したいと思います。楽しみに。向こうでサイマルラジオでいつも聞いてるってことなので、そうそう、聞こえてたかな。電話しますよ。お名前言ってもらおうね。電話取ったらね。電話番号合ってるかな。はい、もしもーし。もしもし、おはようございます。あ、おはよう。私から名前は。もう、もしかしたら今もう始まってる？そう、始まってる。あら、はい、皆さんどうも、はい、おはたま、おはまよ。はたぶるシンガー、おしろともやです。よろしくお願いします。ともやです、おはよう。ともやさん、おはようございます。どうも、ありがとうございます。おはよう。いつも、メールくださってありがとうございます。とんでもないです。もういつもお世話になってます。ありがとうございます。お世話になってます。こちらこそです。ツイキャス、うん、で、ひーふみーさんが、うん、出た、ともやーって。喜んでる、早速。うーん、嬉しい。おはよう。もう、ひふみさん、ね、さっきのメッセージ聞いてたら、ちょっと朝からさ、お腹すくからさ。だからよ、三枚肉の話ね。だからわさびつけて、うん、確かに美味しそうだよ、お酒のつまみで。だから、お酒の。この後話するかよ。ともやさん、お酒のもの飲まれるって言ってたからね、前ね。あー、そうですね。いやー、ね、つまみに今度いいんじゃないですか。どうですか？だからね。今日からお盆だしね。飲んじゃうぞ、食べちゃうぞということで。ともやさん嬉しい、はい、よかった、うん、今日は、ありがとうございます。朝何時に起きたんですか、ちなみに。朝早いって声で言ってたけど、今日ね、いつもさ、目覚ましをさ5時、うん、
5時半ぐらいにはかけてるわけ。はい。だから、それぐらいからはもう起きてる。マジ？うん。二度寝とかないんですか？ええ？こんなに忙しく動いてるのに、うん、二度寝とかないんですか？うんうん、二度寝は。しない？二度寝あんましない。いいな、朝から、うん。起きて少しもあれして。へ、うん、そうなんだ。まあ、昼寝ぐらいはするかもしれないけど、うん、するけど。あ、いいですね。うん、あ、そんな感じよ、今日は。いやちなみにさっきちょっとメールでね、朝ごはん食べてますってチラッと言ったんですけど。そう、まさにそうだったの。うん、お、じゃあその、さっき食べた朝ごはん、教えていただけますか、うん、今日はね、はい、今日はゴーヤチャンプルとさ、ゴーヤチャンプルと、いいね、ちょっと味噌汁、うん。うん。味噌汁私すごい大好きでさ、あ、やっぱ朝飲むといいなと思って。一日やる気。アイスコーヒーを。お、そう。アイスコーヒー。うん。うちはもうアイスコーヒーかかしたら大変だよ。そう、大変だ。やっぱ朝はさ、もう、やっぱコーヒー飲まないとさ、なんか。いますよね、うん、はいはいはい。一日が始まらない。もう体がそうなっちゃってんだね、うん、きっと。そうね、ほら、ともやさんさん、この間、うん、体を鍛えてるっていうか、ね、ランニング1時間、いつも。まあ、ランニングマシーン、うん、ウォーキングマシーン、あ、ウォーキングマシーン、そうそうそう。1時間くらいね。うん。ちなみに、そうそうそう、白米とかそういう炭水化物って取られるんですか？そうだね、ご飯。今日は食べた、うん、一応食べ、今日食べた朝ごはんは。あ、じゃあゴーヤーチャンプル。ご飯も食べる。うん。だからもしかしたら、うん、気ぃつけてるのかなと思って。うん。そう。おかずが好きだから。あ、そう。ご飯ないならないで。平気？うん？平気な人ですか？もし白米、今日ないよっていう。うん、別に。別に。そうなんだ。はぁ。いいですね。なんか、あれも変わってきます？やっぱり、この体引き締めるってなったら。うん、前まで欲してたものも、今は欲さなくなってきたっていうか、うん、なくても平気って、体が変わってきてたりします？ね、うん。最近なんか体調もいいしっていうか、うん、風邪もひかないし。ああ、上等ですね、うん。やっぱ動くことと食べることってね。そうそうそう、やっぱそれがいいのかなと思って。うん、ああ、確かに。そうかもしれない。うん、はあ、そっか、ね、ありがとうございます。そうそうそう。美味しそうですね、朝からね。ゴーヤチャンプルと味噌汁とアイスコーヒー。ゴーヤチャンプルね。だからよ。だから、トモヤさん昨日、はい、うん、私の曲をラジオでかけてくださって。そうす、流させていただきました。ありがとうございます。昨日ね、僕、毎週日曜日に、うん、ハートフルライフっていうラジオをね、西町の方でやってるんだけど、はい、そこで、そう、昨日はね、琴の葉をかけました。うん、だからよ。楽しかったね。ほら、僕のラジオ番組にさ、前を遊びにおいでになった時に、はい、南城の方だったんだけど、はいはい、あそこでね、琴の葉やったよね、一緒にね。生演奏で、トモヤさんのギターと。あのジャンル、ああいうジャンルって僕初めてだったんだけど、はいはい。意外と面白かった。だから、すごい面白かった。思いましたよ。うん、全然また世界観が、そう、うん、なんか優しい感じの、やっぱり言葉が伝わりやすいなって思いました、歌ってて。ありがとうございます。なんていうの、普通に歌ってても、やっぱ言葉の内容伝えよう、伝えようって思うんですけど、うんうん、やっぱね、ギターと、そしてひふみさんのカホン、そう、ひふみさんも来てくれたんだよ、ね、あの時カホン叩いてくれてね、そうそうそう、それでなんかよりこの言葉の意味を自分で伝えようっても思ったし、そう届けたいっていう気持ちも強くなったし、あ、よかった、そう、とっても嬉しかったです、ありがとうございます。僕の演奏でね、まゆが歌ってくれたの、うん、君にうがなびらも歌ったし、そうで、そう嬉しかった、本当一番歌いたかったんだよ、この曲は。いやー、トメさん泣いてくださいましたもんね、嬉しかったです。だからね、ちょっと泣いちゃったね。なんかもう夢が叶った瞬間だったから、いや、そんなこと。終わった後我慢してたんだのが一気にガーッ、うん、ああ、嬉しい。うん。そう、ありがとうございます。あと、今日も空は青いよっていうね、はいはい、ちょっとマイナーな曲なんだけど、まゆさんが、はい、結構食いついてくれて。うん、この曲いいって言って、そう、うん、歌いたいですっつって、ありがとうございました。本当に。ありがとうございます。はい、本当に。うん。じゃあ、ともやさん、そんな、うん、こうやって、この間歌って、一緒に。はい。うん。9月にね、ちょっと、うん。あ、そう。この間声かけさせていただいたイベントがあるんですよね。そうなんです。嬉しいですよ、本当に。うん。実はタイトルが、アモーレ祭って言うんですよ。はい、うん、あ、アモーレ祭。はい、アモーレ。アモーレ祭。アモーレ、はいはいはい。そう、うん。っていう、ちょっと、もともとはサルサのイベントだったんですけれども、はい、せっかくなので歌とかも、はい、ミックスして、ステージを盛り上げてほしいということで、はい、そう。で、私は、
絶対歌といったら、うん、智也さんに声をかけたいなと思って。恐縮です。本当ありがとうございます。ありがとうございます。もう受けていただいて。それが9月18日、うん、日曜日に。18日。はい。はい、あります。ぜひ。音市場の方で。そうですね、コザミュージック。これ音市場は、1階。1階です。外の方の。はい。観覧が無料になってますので。うん、なるほど。はい。智也さん、うん、私がもうプログラム、一番最後にしましたので。ありがとうございます。トリオよろしくお願いいたします。マーヨーいるっていうことで、はい。いや、これ絶対一緒に歌うとダメでしょ。絶対一緒にちょっと歌わないとダメでしょ、これ。一緒に歌ってください。いやいや、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。そして、トムヤさん、はい、またね、この、イベントは詳しく別でお話ししたいんですけど、はい、毎週第3土曜日。そうですね、毎月。うん、あ、毎月、ごめんなさい。毎月第3土曜日にやってるイベントもお願いしていいですか、告知。はい。読谷でですね、はい、読谷の方でですね、定期ライブですね、毎月第3土曜日に、はい、ホテル、海の国、富山、はい、っていうところで、夜8時からですね、だいたい1時間半くらいライブしてます。はい、いいですね、はい雰囲気が良かったです、動画見て。もう、なんていうのかな。あ、僕と、はい、僕のね、担任の先生、はい、高校の時のね、担任の先生と一緒にライブしてるの。あ、そうなんですか。そうそうそう、そう、フォーク歌ったりとかしてさ、とても楽しいよ。うん。で、みんなで一緒に歌ったりとかして、はいはい。ね、楽しいんだけど、マーヨーもぜひ、はい、もう、遊びに行きます。でも、ぜひ遊びにいらしてください。そこで一緒にいろいろ歌いましょう。わかりました。よろしくお願いします、その時も。よろしくお願いします。はい、よかったです。こんなって、またね、再会できて。嬉しいです。本当本当。ありがとうございます。ね、タマさんにもまだお会いしたことないので、いつか会えたらと思います。そうですね。はい。あ、飲みに行きたい。そうだね。よし。行きたいね。トメヤさん待っててください。タマを連れて。そうですね。行きますので。みんなで一緒にね。チームラッキーセブンっていう名前が勝手につけちゃったよ。ちょっと、7人とりあえず集めましょう。そうそうそう。あ、そう、7人。なるほどね。はい。ありがとうございました、トマヤさん。はい、ありがとうございます。はい、じゃあまた連絡しますね。その後も頑張ってね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとう。はい、今日も一日頑張ってください。はい、ありがとうございました。はい、失礼します。はい、はい。さあ、今日の電話のお相手は、大城智也さん、ハート溢れるシンガーです。今日の朝ごはん、ゴーヤーチャンプル、お味噌汁、そして、これがないとダメということで、毎朝ね、アイスコーヒーを召し上がったみたいです。ありがとうございました。クワチーサビタン。チーム牛乳屋じゃなかったの書かれてる、うん、あ、でもね、チーム牛乳屋じゃない、まあ、チーム牛乳屋ってだったっけ変わってたね、ラッキーセブンになっちゃう。あ、朝はホットコーヒーだからね、サウロの心さん、トモヤさんの声、朝に本当に爽やかで合いますよね。本当に爽やかだと思う。コーナー行きます。はい。ハッケのタイトルでいいの？維新伝心。モンゴル800。モンゴル800。でって言いそう。まあいっか。さあ続いてはマヨのフェイバリットソングスオンマンデーのコーナーに行きたいと思います。今日はですね、お盆だから、お盆だからっていうか、ちょっと沖縄の音楽かけたいなと思って、何がいいかなってさっきターマーとね、ちょっとやりとり、話をしてたんですが、これでいい？タイトル。そう。いろいろ考えた結果、まあ、エイサーとかの音楽はもう道中ねで、
聞いていただこうと思いまして、沖縄といえば沖縄のアーティストさんね、盛り上げてくださってるモンゴル800さんとオレンジレンジさんのなんとコラボの曲があるっていうのをさっきネットで見て発見しました。この2組が歌う新曲ではないんですよね。以心伝心ってオレンジレンジさんが歌ってる以心伝心、それをなんとモンゴル800さんと一緒にコラボで歌ってるということなので、それを皆さんにお届けしたいと思います。それでは聞いてください。オレンジレンジとモンゴル800で以心伝心です。どうぞ。なんかこのタイトルはこのタイトルです。なんか面白いねめっちゃなんかテンション上がる一心です。だからね、いいよね、本当に。チームラッキーセブン入りたいって。入ってる入ってる入ってる。もう入ってるよ、ね。リーダーだよ。君の声でわかる表情。君に会えないか、うつむいてる。でも前向きにことを考えてる。時も同じ空の下で過ごしてる。すぐにまた会える。だっていつも僕らはつながっているんだ。僕らはいつも以心伝心。二人の距離つなぐテレパシー。恋なんて七転び八起き。優しい風ほら笑顔に変えて。離れてたって以心伝心。出たってわかる気持ち。思いを届け君の元に。未来つないでく信号は愛。リーダーリーダーリーダー。 It's all right。 いいな、やっぱこの曲オレンジレンジいいよな。もうリョウの声が大好きだっけ。たまらんわけよ、あの声やばい。これでもあれか、モンパチかどっかの。これ本当は量がめっちゃ低く、ね、うん、そうだね。膝を抱く君に届け。会えなくても大丈夫そう。前向きにこと。でもヤマトンの声も好きです。だからね、ヤマトンのさ、おばあちゃんの家隣の隣だっけ。そうで、お盆と正月になったらさ、キャッチボールしてるってば。そしたら隣の隣の隣だ。誰よ、誰よ。あの、後ろの後ろに黄色い家あるの分かる。え、黄色い家。黄色い家、後ろの後ろ、後ろの後ろ、隣の隣じゃなくて。あ、後ろの方が行ってない。あれ、契約駐車場あるさ。あははは。こう曲がって、うん、あっちのとこでキャッチボールしてたりするんだけど、その後ろに、通りに黄色の2階建ての家分かる。黄色、オレンジ。あ、分かる。なんか、こんな色。こんな色。こんな色。うん、あ、後ろの方か。あっち。そう。やばいそう。で、道向かいはヤマトのいとことかが住んでる。あ、やばいかな。やばいそう。隣の隣の隣だったけど。やだね。だからさ、お正月にさ、あっつって、うん、初めて会ったのに明けましておめでとうございますとか言ってから。すごい、めっちゃいい。やばいと思った。本物だね。ヒゲがこの。でもアスタリスクの時が一番好き。わかる？見上げた夜空の星たちの光。ジャスコ。やっぱりな、リョウの声がいいな。低いあの声やばい、たまらん。ピリッツェッツンツツルツツツルツツツルツツンツンツン。いるんだ僕はいつも一心伝心。二人の距離つなぐテレパシー。恋なんて七転び八起き。優しい風ほら笑顔に変えて。離れてたって一心伝心。離れてたってわかる気持ち。思いを届け君のもとに。未来つないでくメッセージ。いいね。でもあんまり形は崩さないでやってるんだね。いいな。モンパチもいいよね。ドーリー、ビーハッピー。学園祭あるあるとか絶対歌う。沖縄のいいね、最高だ。よかった。さすが
縄チームこの人誰だ。あ、OK、じゃあメールに行きまーすOK、さあメールを紹介していきたいと思います、マヨラーさん、おはー、昨日の滑り対応お疲れ様でした。ラジオネーム名古屋のサンシャインダンサーズです。名前変えました？名古屋のダンサーズさんじゃないのサンシャインつくんだ。あー、なるほど、今輝いてるのね。ありがとう。だからさ、昨日マシャさんが、うん、別のラジオゲストだったわけ、うん、もう超ウケてさ、ダンサーズさんが滑り対応よろしくみたいな感じで来ててなかなか面白かったですね、これから倉庫型巨大スーパーへ買い物に行こうと思ってます。さて今朝のテーマはごちそうですが、ダンサーズにとってのごちそうは刺身寿司ですかね。刺身と寿司さえあれば本当に嬉しいのです。ダンサーズはこう見えても魚派なのですよ。見た目は牛肉とか大好きそうですけどね、なんかそんな感じする、これさえあればごちそうですし、まあ大満足ですね。マヨランさんは魚派それとも肉派ですか、教えて。超四ビル、超四ビル私は日によって違う。昨日はブリ食べました。いいの、美味しかった。でもびっくりした、ブリの目ってあんな大きいんだね。なんかさ、普通の身だと思って取れないと思ってからお箸でやってたわけ。そしたらプルプルして滑るから、したらさ、滑ってからさ、黒目がこっち向きよったわけ。もうおうち悲鳴上げてから、弟とお母さんが何ねんとか言って走ってきてからさどうしたのみたいなこっち見てるみたいな、魚がそうそう、ブリ食べましたけど、でも昨日ほらお盆のね、買い物行ったって言ったじゃないですか。その時はどうしてもまたね、焼肉が食べたくて仕方なかったですね。どっちも好きです。タマは肉派、うちのごちそうはすき焼きです。あー、美味しそう。そうだね、すき焼きもいいよね。卵って生卵使う派？使います。あ、使う派？絶対ないとすき焼きじゃない。あ、ほんと、なくてもいいわけよ私、どっちでもなんかいける。ダメないとすき焼きじゃないでしょ確かにそうね、そうねありがとうございました、続いてこの方です。 FM 技能をお聞きの皆様おはようございます。今日も元気なお二人、ガネコマヤさん&FM 技能のスタッフターマーちゃん、ラジオネーム今日もおかしな銀のドロンボーンです。今日のテーマごちそう、九本でのごちそうは三枚肉かな、うちの三枚肉の味付けは醤油とお酒。ボイルした三枚肉を3ミリくらいに切り、お酒と醤油を一煮立ちさせた鍋に入れて煮込むだけ。甘く味付けはしないです。いやでも美味しそう、ご飯進みますなこれは絶対。あと自分のために作る、焼き飯かな、結構具沢山です。まずは三つ葉と赤しそをさっと湯がいて、水気を、だからね、もうこの時点で美味しそうだよね。絞り、刻んで、それに、ハンバーグ？ポチギポーク？を、ピーナッツぐらいの大きさに刻んで、それをご飯と混ぜて、最後の方で、シソと、三つ葉の刻んだのを混ぜて炒めて出来上がりって、めっちゃ美味しそうなんだけど。香りも良さそうね。はぁ、いいなぁ、ちょっと、やられるなぁ。やられるなぁって、心持っていかれそうだわ。PS 残念ながらこのメール最後にしばらくはメールできません。なんでこの放送も聞けないし、いつかアーカイブで楽しみます。このメールが読まれる頃は多分、なんでどうしたの、病院のベッドの上で寝ていると思います。あ、しばらくって言っても2時間くらいだよ。では人間ドック、あ、もうびっくりした、行ってきます。お願い、超びっくりした、呼んでた、タマ先に、嘘でしょ、まあ、これ途中まで呼んでて、呼んでいいのかなと思ったし、お願いやめて、こんなお盆の時にちょっと心臓がドキドキしましたよ。いや、人間ドックいい結果だということを願ってます。アーカイブで聞いてくださいもうお願い、しかばさんでびっくりしたよ、ありがとうございました。さあ続いては、前おはようございます、みそにこみすきさんからですよ。今日はお盆休みでラジオ聞けてるよって、イエーイ、3回連続か、先週かなだったっけ、昨日今日と、
テーマごちそう。昔祖父母がいた時は、一族大集合だったから、それこそお盆はごちそうたくさんだったな。刺身に唐揚げに、とにかく量がすごかった。お母さんやおばさんは大変だったと思います。そうよね、これ女の人なんですよね。男性はお酒を飲みながら料理待つんですよね。テーブルのところに座って、そうだわけよ、人数確認してきてっつって、何人いるって確認して、その分のね、あの汁物入れたり、あのおかず盛り合わせたりね。そうなんですよ、今はそこまで大集合しないから随分簡単にはなりましたね。今日は主人の実家の庭でバーベキューしますよ。いいな、いいな。では買い出しに向かう車でラジオ聞いてますってことで、味噌煮込みスキーさんありがとうございました。なんかさ、いつもこのごちそうテーマだったり、この間ほらバーベキューテーマだったりしてるさんのたんびにメールたくさん来てるって思うんだけど、読めば読むほどわかる、よだれちょっと出ちゃうわけ、自然にお腹も自然とグーグーしてるわけよ。その時やられたって思う、みんなのメールに。いいな、食べたい、楽しんでくださいバーベキューね。よかったです、ありがとうございました、味噌煮込みスキーさん。じゃあ続いて最後この方です。久しぶりですね、天然ボケさんからですよ。まよさん、ギノワンラジオ聞きな、ギノワンラジオ聞きながらポケモン GO やってるリスナーの皆さん、おはようございます。やってるかはわからんよ。まあ流行ってますけど、久しぶりに月曜日のモーニング8にメッセージ送りまーす、ははは。まよさん、相変わらず夏に負けずに元気に過ごしてるかなーって過ごしてますよ。久しぶりにモーニング8のテーマを書こうとしたら頭が痒くなっちゃった。今日のテーマ、ごちそう。天然ボケのごちそうはやっぱり大好物のフライドポテトと午後の紅茶のストレートティーがあれば天然ボケのごちそうです。へー、フライドポテト好きなんだ、美味しいですよね。私自分でやったりするんですけど、ポテト湯がいて切って自分で作るよりやっぱ外の方が美味しいなって思います、その時で。ストレートティー分かります、私もストレートティー大好き。なんか昔はレモンとかアップルとか味がついてる方が良かったんですけど、最近はやっぱりね、特にスターバックスだとしてやばいですね、のブラックのストレートティー飲んだことある？シンプルなんだけどやっぱり違う、超美味しい。一度は皆さんお試しあれ。あ、でもちょっとわかる、わかる、ストレートティーじゃなくてコーヒー、うん、ブラックの、はいはい、やっぱ美味しいところが全然違う。そうだよ、違うよね。ちっちゃい時はそれこそ分かんなかったけど、いろんなところの飲んでるとここの美味しいとか分かっちゃうんですよね。でもいいな、ストレートティーとフライドポテト、お野菜もしっかり食べてよ。天然ボケさん、じゃあまたメールお待ちしてますよ。あ、天然ボケさんからのリクエスト曲、ビギンの三種の花ですね、をバックに、残りの時間をお届けしたいと思います。マシャさんから今からしか見れてないってツイキャス届きました。だからよ、昨日ぶりですね、昨日ありがとうございました。本当に楽しいお話、あっという間で、そうそうそう、すまねーって。いや、よかったですよ、ありがとうございます。最後の時間もね、楽しみに、楽しんで聞いてくださいね。ガラスの向こうではツカピーさん見えてます、来てくれました、ありがとうございます。間に合いましたね、番組の途中からね、ありがとうございます。そう、3回目この番組に、私の月曜日の時に遊びに来てくれたのは3回目なんですが、皆さんもいつか時間ある時ぜひ遊びにいらしてくださいね、お願いします。今日もたくさんメール、そしてツイキャス、コメントありがとうございました。皆さんにとってのごちそう分かりました、なんとなく。もう大人の方はあれですね、刺身、お寿司がやっぱいいっていう意見多くて、あと揚げ物とかね。でちょっと勉強になったのはやっぱ手作りパンかな。お盆何出そうって悩んでるんですけれども、ちょっとやっぱ変わったもの、そういうのいいね、ついつい手を出してしまうような。そして今日は夕方からガネコケね、運慶ガネコケというか、沖縄はほとんど夕方から運慶すると思うんですけど、その時はね、たっぷり心を込めたごちそうを作って、仏壇にお供えして、家族みんなでご先祖様をお迎えしたいと思います。皆さんもそんな旧盆
で、運慶今日スタートですので、ぜひぜひ3日間ご先祖様と家族と親戚と、一緒に過ごしていただけたらなと思います。ね、ありがとうございました。この番組 FM ギノワンからモーニングエイト月曜日お届けしたのはガネコマヨでした。また明日もモーニングエイト聞いてください。私はまた来週月曜日ですね、皆さんとまたお会いしたいと思います。月曜日担当ガネコマヨでした。それではまた来週、バイバイ。